サンチョ一世は、アラゴン王国の国王、後に、ケンナバラ王。サンチョラミレスとも呼ばれる。アラゴン王・ラミロ一世の息子。1063年、父が大派の一つ、サラゴサ王国とカスティーリアの連合軍に敗れ戦し、アラゴン王位に就いた。翌1064年、ローマ教皇アレクサンデル二世が、イスラム教に対する十字軍を召集するとすぐさま、王子、バルバストロは、 アキテーヌコギオーム8世イラが参加した十字軍に、陥落させられた。三朝一世は、戦後教皇をはじめ、西欧との結びつきを深め、1068年に教皇への侵入を、宣言、1071年にローマ式天礼を用い、1077年と1088年には、教皇グレゴリウス七世とウルバノス二世にも、侵入して、教皇の後ろ盾を得た。 また自身の再婚を通し、フランス貴族と隕石関係を築き、彼らのスペイン流入を促した。こうして、フランスから来たレコンキスタに向かう貴族らの助けで、三ョ一世は1083年のフラウス、1089年のモンソン征服など、領土拡大を進めた。しかし1067年、二人のいとこで、カスティーリアを三ョ二世と、ナバラを三ョ四世が争い、 劣勢の三蝶四世に助けを求められ、三蝶一世は三蝶二世と戦ったが、ナバラ・アラゴンは敗れ、カスティーリアがナバラから領土を一部奪い取った。1076年、ナバラ王三蝶四世が弟によって暗殺されると、すかさず攻め入った。三蝶一世は同じく王位を求めて、ナバラに侵入したカスティーリア王アルフォンソ六世を破り、三蝶五世として、 ナバラ王に即位したのである。一方三朝四世紀の王子がルシアも亡命先のカスティーリアレオン王国でナバラ王即位を宣言したが、領土を奪還することはできなかった。ナバラ王に即位してからは、都市成立にも手を貸し、墓に死境座を設置、翌1077年にフェロを与え外国人や商人、職人定住を図った。だが祝願である領土拡大は継続。 南と西に征服を推し進め、1094年にウエスカを包囲、同年6月4日に包囲中に死去した。王位についた長子のペドロ一世がウエスカ包囲を続け、2年後の1096年11月21日に降伏させた。1065年頃にウルジェハク・アルメンゴル三世の娘イサベルと結婚し、一難を設けたが、1071年離婚した。 1076年にルシー・ハク・イルドゥアン4世の娘、フェリシアと結婚し、二難を設けた。ありがとうございます。